皆さんボンジュー、ハリオエルです。今回も台所のキッチンの画角からお送りしています。っていうのもフランスは鶏肉がそのまま丸一匹で売ってあることも結構普通にあって、で最近スーパーで鶏肉を丸一匹売ってるのを見たので、それを調理していこうと思います。ちなみにマルシェ小さい市とかでやっている肉屋さんでは、本当にそのまま毛もついた状態のそのままの状態で売られている鶏とかもあって、もうそれには動じなくなったんですけど、やっぱり結構日本人からすると衝撃的なものはありますよね、はい。でただ今回は毛羽が剥いてある状態で頭も切り落とされた鶏を買ってきました。それでも見るのが苦手な方はここでちょっと飛ばして見ていただけると、はい。で調理していく鶏なんですけど、こちらになります。丸一匹で足の部分は縛られた状態で売ってあります。多分鶏の中ではそこまで大きい方ではないかなと思うんですけど、今日はこれを丸ごと一匹フランス式のレシピで調理していきます。日本で売っている手羽先や手羽元なんかも同じように調理はできると思うので、参考になると嬉しいです。早速じゃがいもの皮を剥いていきます。でちょうどじゃがいもは早く使わないといけない時期が来ていたので、消費にもちょうどいいかなと思ってチキンの丸焼きを作ろうと思いました。で、今回ここにチキンを入れて焼いていくんですけど、その周りに置くじゃがいもになります。ただちょっと残ってる数がそんなに多くなかったので、普段は入れないんですけど、今回はこのバターナッツも一緒に入れていこうと思います。じゃがいもの皮を剥き終わりました。じゃがいもを一口大のサイズに切っていきます。それをさらに半分に切っていきます。今回はこちらの上の方の半分を使っていきます。バターナッツの皮を剥いていくのに、さっきのさらに半分にこの大きさに切ってから皮を落としていくっていうのが一番やりやすいと思います。はい。で今からこれをさらにじゃがいもと同じくらいの大きさに切っていきます。この大きな一かけらを使います。玉ねぎも一つ切っていきます。これで全ての材料の用意が整ったので、今からチキンの方に味をつけていきます。ここで用意するのはオリーブオイルと塩コショウ、それからハーブですね、プロヴァンスハーブを用意します。こちらをまずですね、オリーブオイルからこのチキンの周りとこの中側、内側にまんべんなくかけていきます。これはオーブンに長く入れておくと皮が乾燥してきたりするので、それを防ぐためでもあります。なんかこういう作業をしている時に、日本にいた時よりもなんか立派になったなと自分で思います。はい、ひっくり返して内側に塗っていきます。
さすがに中には手を入れたくないんで、これで浸透させます。今全部周りに塗り終わったので、先ほど切っていた玉ねぎとこのウインナーとニンニクを中に詰めていきます。で、まあ、私は今日、こちらね、玉ねぎを使ってるんですけど、エシャロットとかでも美味しいです。どちらでも大丈夫です。今全部こちら詰めました。見えますか？こんな感じで詰めました。私はニンニクがすごく好きなので、ちょっと細かく刻んだ方のニンニクも周りに散らしていきます。この皮の部分があるんですけど、そこにバターを入れてきます。これはオーブンに入れて調理する時の乾燥を防ぐためです。で、こんな感じで今ここにバターがあるんですけど、中に入れて、この上の方に入れておけば、オーブンに入れた時に熱でこれが溶けて全部全体にこう染みていくので、入れるのはこの上側だけで大丈夫です。これがバターですね。で、中にも一つ入れときます。で、これにはフロマージュブロンっていうチーズと、あとはギリシャヨーグルトとかでも代用できます。で、準備ができたのでこちらをオーブンに入れていきます。まず200度で30分ほど、焼いていきます。で、その時に時々見てもらって、皮がすごく乾燥しているようだったらオリーブオイルを順次かけてください。はい。で、一応予定ではその後180度でまた30分様子を見ながら焼く予定です。とりあえず200度で30分、まずいきます。チキンが焼き上がりました。いい感じです。1時間ほど待ってやっと出来上がったので、もうお腹がペコペコです。ということで早速食べていきます。まずは定番の部分から。ちなみに中の詰め物はこんな感じです。中のもの出して食べてもいいし、お肉と一緒に食べてもいいです。私は一旦出してから食べようと思います。塩の味とハーブの味がしっかり効いて美味しいです。大成功です。最後までご視聴ありがとうございます。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。アップルース。